道をとご吉田寮。友達よりも金が大事、裏切り常習犯、全ての汚名を返上するにはもう勝つしかないぞ。飛び飛びちょんまげ野郎、愛水の陣へ。いやいや、負けるわけないでしょ。こっちは日常的に喧嘩してんだから、すぐ終わらせます。元極道熱田オートマ、刑務所での10年間の服役、切れたら手がつけられない、現在構成中の元極道。今後出演回数1度にもかかわらず異例の出場、今大会が構成へのきっかけとなるか。僕は保護観察中の身なんで、こんなところに出ていい人間ではないんです。反省してます。やっぱり自分にこんな試合無理だ。こんなことする資格ないんだ。見た目は派手だけど中身はビビリみてえだな。一瞬で終わらせてやる。大太郎選手がこの調子だと勝負ついてるも同然ですね。さあ、おら、こんなことやめましょう。ね、おい、オープンだ。さあ、やめてくれ。落ち着いてくださいよ。危ない。大虎選手は手が出ないようです。やはりこのまま吉田選手で決まりそうですね。このクソガキが！選手でしょうか。